何の一生は、西恵子による日本の漫画作品。月刊フラワーズにて2008年9月号から2010年2月号まで連載された。この漫画を読め。2010で第5位となる。月刊フラワーズ増刊号の臨下にて10号から16号までスピンオフ作品が全7話掲載された。単行本は全4巻。コミックス累計発行部数150万部を記録する。東京の大手電機メーカーに勤める同園つぐみは長期休暇を田舎の祖母の家で過ごすことにした。間もなく入院していた祖母が亡くなり、つぐみは仕事を在宅勤務に切り替え、そのまま祖母の家で暮らすことにする。翌朝家にいたのは見知らぬ壮年男性の海江田敦史。祖母の教え子で祖母から離れの鍵をもらっていたという。敦と祖母との関係がよくわからないまま、つぐみとの奇妙な同居生活が始まる。物語の舞台は、鹿島県鶴水市。同園つぐみ東京の大手電機メーカー、4つ、陽電機の原子力事業部プロジェクト管理課長。発電所建設などの仕事に携わる。出世頭のキャリアウーマン。30代半ば過ぎ。独身。仕事一筋に生きてきたが、大きなプロジェクトに関わる気力や体力を失いつつあり、初めて取った長期休暇を気兼ねなく過ごすため幼少期を過ごした祖母の家へ身を寄せた後、在宅勤務に切り替える。海江田と出会った当初は、あまり快く思っていなかったが、一緒に生活をするうちに次第に心を開き、穏やかな日々を送りながら、海江田に思いを寄せる西園寺や家の近所に住む住民たちとの交流を重ねつつ、徐々に距離を縮めていく。異性として強く意識し始めたのは海江田が、月刊コラム賞を受賞した前後で、受賞式の数日前に肉体関係を持ち、受賞式に同行した際には、海江田本人の口から妻として、マスコミに紹介された。また、3巻で西園寺と家にいたところを震災に、見舞われ、復旧作業に協力しながら、海江田の身を案じていた。このことが入籍を決意する大きな理由になった。今まで彼女持ちや妻子持ちばかりを好きになっており、恋愛には後ろ向きな傾向が強く、海江田からは幸せうつと評された。海江田敦史哲学者。51歳52歳。京都で育ったため、京都弁で話す。病気療養する友人の代理で鹿島大学で教鞭を取ることになり、当和の家が大学から新幹線で30分程度の距離なので離れに住むことにする。越してくる前は東京の宿愛女子大学で教えていた。大学生の頃に当和と知り合い、当和の染色作品を見て思いを寄せ、本人曰くつきまとうような真似もしたようだが片思いに終わった。当和の葬式で、当和の孫だとは知らずにつぐみに一目惚れをする。出会った当初からつぐみには積極的にアプローチをかけたり、かつての恋人が現れた時には本気で喧嘩をしたりと、情熱的な面も持っている。同性、異性を問わずにモテる人である。世間から文化的著名人として知名度が高く、日本コラム賞を受賞した際に出席した受賞式には数多くのマスコミ関係者がいた。2歳の頃に公園に置き去りにされているところを保護され、その後に養母に引き取られたため家庭関係には敏感なところがある。海江田曰く、反抗期らしい時期を迎えたことがないとのこと。下屋敷当はつぐみの祖母。染色家として数々の仕事をこなしていた。かつて東京の大学に教えに行っていた時に学生だった海江田と知り合う。死の1ヶ月ほど前に海江田に離れの鍵を送っていた。秋元美咲つぐみの会社の同期で友人。同じ部署の係長だった。つぐみとは名字で呼び合う。恋人との結婚が決まり、退職する。退職後もつぐみとは関係が続いているが、夫との関係は冷めているらしく4巻では、既婚男性と浮気をし、共に那覇へと旅立った。西園寺真帆海江田の秘書。以前海江田が勤めていた。宿愛女子大学の学長の娘。お嬢様育ちで派手な容姿だが、仕事は有能で、海江田のスケジュールをすべて管理している。海江田のことが好きだったが拒否され、さらに和解されかかる。園田哲氏と交際を始めてからはつぐみを海江田の妻として認めて親しくなり、二人の仲がうまくいくように応援したりする。その後、園田と結婚してからは海江田に辞職届を提出し、専業主婦になった。結婚してからも、つぐみとの友人関係は続いていて、自分が作ったバッグをプレゼントしたりしている。園田哲氏鶴見市の市議会議員。父親も現役議員であり自他ともに認める、ボンクラ二世議員であるが、本当はそこそこ優秀。小さい頃は手下を引き連れて、つぐみに維持役をしていた。つぐみのことが好きだったようだが、その後、西園寺と付き合う。川原新司市役所の土木課に勤める男性。つぐみに好意を持ち、お近づきになろうとあれこれ世話を焼くが、後に、同課の女性社員と進展していく。友野貴弘郵便配達員。20歳。知り合って間もないつぐみに、フェイントでキスをしたりする軽薄なイケメン青年。海江田小夜子、実海江田の戸籍上の姉と、その夫。養母の死を機に30数年ぶりに帰郷した海江田と再会を果たす。夫婦ともほがらかな好人物。海江田の養母身寄りのない子供を引き取っては、里親探しをしたり、置き去られた子供を預かっては、迎えが来るまで育てたりしていた。生涯独身。2015年2月14日に公開。配給は、小ゲート。榮倉奈々、豊川悦司がダブル主演し、初共演することに決定した。監督は、広木隆一。榮倉奈々は、余命1ヶ月の花嫁以来5年ぶり。豊川悦司は、柔らかい生活以来8年ぶりの広木隆一。監督作品への出演となる。2014年5月下旬に、三重県、京都府で撮影が行われた。6月6日、追加キャストが発表された。小説なんの一生 CD 映画。なんの一生サウンドトラック DVD なんの一生 DVD 豪華版なんの一生 DVD 通常版ブルーレイなんの一生ブルーレイ豪華版2014年5月3日から約20日間三重県伊賀市を中心に同県渡来郡南伊勢町や京都府相良郡南山城村でロケーション撮影が行われた。ありがとうございます。